髪型落語一口絵本花いかだ森田はじめ作相撲のお話でございます。昔は江戸と髪型に相撲があり、各地へ巡業に回りましたんやそうで、テレビのない時代ですから、お相撲さんの名前は知っていても、 顔はもう一つようわからんかったようでごめん。あっ親方いつもお世話になっております。徳さん実は今日は一つお願いがあって来たんやがな。へえへえなんです私が病気の大関の代わりに地方巡業へ おそんなアホな。そら皆が言うように花いかだと私は体つきや顔つきは似てますせしかしそら似てるだけですせこっちは太って水ぶくれただの提灯屋ですわお役に立てますかいな誰もお相撲を取れとは言わんがなただ座ってるだけで客は満足や。 大関は病気で相撲は取りまへんと先方には言うてあんねやお礼は弾むさかい提灯屋の徳さんはその体つきを見込まれまして人気の大関花いかだになりすまして巡業先へ参ります毎日にわかに教えてもろうた土俵入りだけしまして 宿へ帰ると大好きな酒を思い切り飲んで飯を食うて寝ておりますああこんな楽な仕事は今までにないないよいよあさっては千秋楽大阪へ帰れるな一方こちらは地元の力自慢千鳥ヶ浜大阪相撲を相手に 勝ちっぱなしで、毎日大喝采を浴びております。もうあとは花いかだしかおらんという勝ちようで「徳さんあいや花いかだ関ああ、親方なんです?」。実はなどうしても千秋楽では相撲を取ってもらわんならんことになってしもたんや。 あのー、地元の千鳥が浜とないやいなそないにびっくりせんでもええわいな花いかだは病気やと皆に言うてるさかいなパッと立った途端に相手の胸を両手でポーンとついてどすんと尻餅をついたらええねやああ、やっぱり花いかだは病気やなと皆が思うさかいに。 ふるえが止まらんようになってしもてます。一方千鳥は浜の家ではおとっつぁんが泣いて怒っております。あほかお前は世間知らずもほどがあるぞ。大ずもうのぜきというのはどれだけ恐ろしいか知らんのか。こんな田舎町の力自慢ぜいが天狗になりやがって。 相手はど素人の生意気なやつ土俵でひねり殺してやろうと思うとるわいお前が死んだらこのわしはどうしたらええのんじゃおとっつぁんに言われますと千鳥ヶ浜も急にこうなってきまして後悔しておりますさて千秋楽の当日でございます結びの一番。 初めて花いかだが相撲を取るというのでえー、らい騒ぎでございます。東花いかだ西 という徳さんの方はもう生きた心地がせいしまへん。ポンと手ついて後ろへってそんなうまいこといくやろか。捕まってしもたら投げ殺されるやろな。なまんだ仏なまんだす。ぐすんぐすんと泣いております。とその徳さんのナマンダブツがふと千鳥ヶ浜の耳に入りまして。 ぎょっとします「ああやっぱりお父っつぁんの言う通りやわしをひねり殺すつもりで念仏を唱えてるのやああどうしようそうや捕まる前に先に転んでしまえばええのやさあ軍配が上がりまして徳さんが無我夢中で両手を前へ出しましてさあひっくり返ろうと思いますと相手の千鳥ヶ浜の方が 先にひっくり返ってしまいました。花筏の徳さんはきょとんとしております。見物衆は大喝采でございます。みな晴れ、さすが大阪相撲の王席です。なあ、手出しただけで千鳥が浜が飛んでしまいましたな。そうですな。見事な張り手ですな。 「それもそのはずはるのはうまいちょうちんやでございます」おあとがよろしいようで。